どうも、コマです。キャノンジャンプ続きやっていきましょう。始める前に皆さん、これを見てください。リーダーボード。なんと、この世界で3人のプレイヤーがどうやらクリアしたみたいです。これはもう負けてられへんなと。日本人は多分まだいいヒント思うからね。とりあえず、日本人最速は僕が取りたいなと思ってんねんけど、という感じで始めていきたいと思います。今日はちょっと、ゴール目指したいな。最悪、見上げたらゴールが見えるぐらいまでは行きたいと思ってますね。ということでやっていきましょう。これ、砂時計？これは別に、アイテムじゃう？初めて見つけたわ。ということでやっていきたいと思います。まあ今日は、時間はまあ2時間ぐらい取れるかなって感じ。でもちょっと腕疲れてるからね。あんまできひんかもしれん。もう正月休みだから、取ろうと思えば無限に時間取れる感じではあるんやけどね。やっていきましょう。正月休みやけど言うてね、でもなんか忙しいのね、なんかかんや。やることがないんですよ。その、休みやからさ、ゲーム実況2本撮りたいなと思ってるよね、1日に。また仕事が始まった時のためのストック用にさ、僕休み1月の9日まであるんやけど。普通の人っていうかまあ1月の4日ぐらいから始まる人も結構いるんかな。僕は9日から始まるんですよね。まあ、休みのうちにストックも食べたいなと思って、いちいち2本取りたいと思ってけどさ、もう2本作ろうと思うとね、それでもう1日潰れるんよ、休み。こんな時間かかるもんか、ゲーム時間ってさ、今更だけど。だから時間があるせいで、より丁寧に作ってしまうねんな。一回編集した動画はまだ丸々1本、その、見直したりとかしてね。ちょっとここ分かりにくいところあるから、とか、ちょっとここ分かりにくいところあるから、字幕追加しようか、とか。もうここ全然いらんから省こうかと思ってカットしたりとかね。そういうことしてたらね、普通に1日使っちゃうのね。なんやかんやだからね、全然家から出てへん。うわぁ、マジか。休む前はさ、もうね、休み入る前はさ、ゲーム実況1日2本撮って余った時間でね、積んでたゲームとかドラマとか見まくるぞって思ったのにね。結局なんやかんや時間がないっていうね。なかなか想像通り、想定通りなんかや。多分ね、鬼畜ゲームとかやっちゃってるからと思うねんな。そういうところあるよな。はい、いける。ええー、マジか。今やってるさ、ゲームさ、ポケモンと、あれ、スパイダークイーンカーブ。スパイダークイーンカーブが思ったより時間かかるっていうね。あのゲームさ、まあ、パート1見て割となんか、斬新というか、ストーリーがちょっと、ね、面白いやん。その、なんか何が起こるか分からんっていう意味で。で、パート2見た人は多分、ちょっとこう思った人いると思うよ。あ、なんかいつもの、スチームのちょっと質の悪めの、ちょっとこう言っちゃ悪いけど、質の悪めのホラーゲーかみたいな感じの。ね、ちょっと化け物か逃げながら、部屋探索して進んでいく系の、よくあるホラーゲームかと思った人いると思う。パート2見た感じ。パート3見てください。もう全然変わるから。びっくりすんで、あのゲーム。パート3ってなんかとんでもない展開になって、で僕がパート4にしてるところら辺で多くのあのゲームやってる人らはやめると思う。第6ステージぐらいなんかな。第6ステージぐらいでちょっとね、ちょっと多くのプレイヤーが逃げ出す展開になるんよね。僕は逆にめちゃくちゃ好きな展開に変わったけど、僕はもう最後までやろうと決めたねっていうぐらいね、あのスパイダークイーンカーブは結構お気に入りになったね。パート4まで見てくれたらちょっと僕は嬉しいかな。はい、いいよ。いやそれでね、もう、7時間ぐらいあのゲームプレイしててね、めっちゃ楽しい。もう続きやりたいもん。今、これやめて。それがちょっとハマっちゃってるね。あの、スパイダークイーンカーブには、オッケー。とりあえず、あれ終わるまでポケモンは続きやる気ないから。それぐらいハマってしまった。上やね。はい。あ、ちょっと。これじゃあ見せないか。いいよ。なんか、やっぱ掘り出し物っていいよな、ゲームとかやっててさ。僕しか知らないこの名作みたいな、そういうのあるやん。このゲームもそうやけどさ。日本でやってる人なんていい人じゃないかっていう。よし、ギリギリギリ、ギリギリを攻めろ。台風入れ替えて、OK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 。腕が痛い。そのさ、腕が痛い理由が、
机のマウスの置き方が普通の人だとちょっと違う感じに置いてしまってて、机の上が狭いからさ。あぶね。はい。行き過ぎが。うわぁ、すっごい間通った。バカ野郎。やっちまったわ。スムーズだったらいいな、それまで。マウス持つって常になんか伸ばしてるよね、若干。ちょっと前の方にマウスがある感じの置き方になってしまってるんよ。あー、戻れへんか。ちゃんと下向かな。さあ、通ってきました。ジャンプからの下向いて、ジャンプ。オッケー、ナイス。ナイスジャンプ。ナイスジャンプ。ここギリじゃんね。はい。完璧。完璧でしょう。ナイス。ここは行き過ぎないように。アップなー、アップなー。ちょっと不安やったけどね。よし、壁じゃんね。はい。はい。はい。うまい。うますぎる。プロな、もう、キャノンジャンプといえばコモだよ。これは、ダッシュいつやったっけ？前ダッシュいつやったっけ？オッケーオッケーオッケー。こっちね。はい。はい。からのジャンプ。はい、オッケー。戻ってきました。以前のラストってここを下やったっけ？これちょっと難しいんだっけな。これからの、オッケーオッケー。難しくないわ。僕レベルだと難しくないわ。これよな。これはね、ちょっと対策というか、練習してきたから大丈夫。あの、頂点の向こう側に着地する感じで、この、キャノン下向きジャンプで多分いける。いけるはず。ここら辺で、これこれこれ。くそー。勢いよくない。勢い必要やったな。一つ目はよかった。二つ目の後ろについてしまったからなんだよ。二つ目を前に着地するようになったら、いけるはず。これは、くそ、あかんか。今日ちょっとさ、頭痛かったんよね。多分、もう休みの期間一切外出てへんから、まあ、今ちょっとニュアンスおかしかったね。一切外出てへんからさ。だから人間ってあれやん、よく聞くやん。太陽の光を浴びないと体調悪くなるみたいな。それかと思ってね。カーテン開きたりとかしてたよね。久しぶりに。僕基本締め切って部屋にこもってるんやけどさ。ゲー。久しぶりにカーテン開きたりとかしてさ。でもカーテン開けてね、隣の家の人らに顔見られるんよね。うわ、隣の家のね、イケメンのお兄さんゲームしてるってイケメンやんとか思われたらちょっと嫌やん。でもっと高尚な趣味持ってると思ってた。ゲームってかっこ笑いみたいなさ。そんな思われたら嫌やん。っけ。でもその火の光を浴びてるだけじゃどうやらあかんみたいでさ、ずっと頭痛いからちょっと収まらへんだよね。これは体動かさなあかんのかなと思ったよね。この休み時間体なんて動かしてなかったからさ、筋トレのプランクぐらいしかやってなかったよ。プランクなんてもう動いてるとは言えんやん。いくぞ。はい。で、オッケーオッケーオッケー。で、動かさなあかんなーって思ってたらさ、はい。あぶねえ、ナイスナイスナイス。お母さんからさ、なんか、ごめん、コモラ、スマホの携帯鳴らしてくれへん？ちょっと携帯なくしてしまったって言われてね。で、スマホの携帯なくしたらしくてさ、スマホの携帯鳴らして、1時間くらい僕スマホいじれなかったよ。お母さんの電話にずっと電話かけ続けたからさ、別に動画の編集してたからさ、全然ええねんけどさ。1時間もね、そんなスマホなくすことある？僕やったら耐えられへんわって思って。さすがに1時間長いなって思って、僕も手伝いに行こうかなって思って手伝いに行ったんよね。どうやら家の中のどっかに隠されたらしいんよね。親戚の5歳児に。で、お母さんちょっと怒ってるんよ。どこに隠したの？親戚の5歳児って。ねえ、あれないと、ねえ、その5歳児のお母さんにも、うわー、大丈夫か。あれないとね、あんたのお母さんにも連絡取れへんねんで、って怒っててさ。で、新生の5歳児ちょっと涙目になってるよね。おーおーおーって。そんなめんどくさくなってって思ってさ。新生の5歳児はなんか知らんけど、スマホを隠したって言ってるんよ。じゃあ、どこに隠したんやって聞くわけやん。ねえ、わからんって言うよね、いやいやいや。お前が隠してなんて場所わからねえって思ってさ。5歳児の態度もちょっと腹立ってたよね。その5歳児さ、お前が隠したくせに、お母さん探してる間ずっとリビングのテレビで YouTube 見てるんよ。だいぶ舐め腐った態度を取ってるんよね。はい、からの、はい、からの、はい、ああ、惜しい惜しい惜しい。でも成長見えたよね、みんな。成長見えたから、これはミスじゃない。ほんまにどう隠したいなと思ってさ、これはちょっと、ね、5歳児のお母さんに来てもらって、その5歳児をガチ見に、叱ってもらって聞き出すしかないなって思い始めたところで、やっとのことでお母さんのスマホなんとか見つかったよね。お母さんの寝室のベッドの下にあったんよね。
で、それ見つけた瞬間、お母さんが、あって言って、ごめん、それ私や。私が、朝起きて、そのまま持ってこうへんただけやとか言い始めてさ。ね。危なかったね。5歳児のせいじゃなかった、ね、要するに。危なかった。このまま行ったらね、親戚の5歳児のお母さん家に呼んで、めっちゃ叱ってもらうところやった。5歳児悪くないのに。なんで5歳児が、僕が隠したって言ったかは謎やったけど、危なかったな、ちょっと。結局お母さんが悪かったっていう話やねんけどさ。でもお母さん謝らへんだから。お母さんちょっとイライラしてたから。お母さんイライラしてたから5歳児に謝らへんだ。あんだけ5歳児と見つめ寄ってたのに。あんだけ5歳児涙やったのに。っていうね、ちょっとよくわからん事件がありましたよ。でもその事件通して分かったことがさ、僕 LINE でずっと着信してたよね。なんか LINE やとたまにバグってか分からへんけど、音鳴らん時があるみたいでね、そういうのが鳴らへんたよ、ちょうど。だからなんか僕の着信無駄やったよね。まあスマホ探してるうちに僕の頭の頭痛も治ったからね。まあ僕にとってはありがたい話でしたっていう、そんな面白くもない話でした。はい、からの、はい、こらえたこらえたこらえた、ナイス、来ました。まあ皆さんもそういう時は LINE じゃなくて普通に着信しましょうねっていう話。え、何してんの何してんの何してんの若干下向いてたりとかしたらね、なんか、ジャンプする角度変わるよ、このゲーム。なんか、本当に。いいよ。はい。ナイスナイスナイス、うんま。小丸さん、うんま。今のは、バグテクニックやから。ああ、何してん。もう。負の連鎖。はい。から、はい。からの、はい。よし、帰ってきた。さあ、ゲーム始めてから1時間経ちました。割と序盤スムーズやったのに、あるある。序盤だけスムーズあるあるやから、こういうゲームやってて。まあ、ここに乗るんやな。はい、よし。で、その上やな。行きましょう。OK。まだ向こうは行ったことあるやん、多分。アップで、よし。はい。オッケー。この奥行けたことない気がする。この奥行こうとして僕、前回の動画見せてたんかな。よし。はい。行ったでしょう。よし。新記録。これは多分、壁張り付けジャンプでよじ登っていくんじゃないでしょうか。オッケー。空中で大砲を変える。切り替える。行くぞ。はい。からの、はい。いや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 。思ったより結構高く飛べた。これは下が下やな、下やな。普通に、これ走っていけるんじゃね？ほら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 。呼んでたわ。壁もあったんが。壁は無視していきましたよ。これは、普通にジャンプでいけるんじゃ。いけなくても最悪張り付きジャンプでいける。ほらね、ほらね、ジャンプできたやろ。うわぁ、壁キックや。壁キックやけど、これ張り付き、張り付いていく。壁キックする必要はない。上やんな、上やんな、上行けて矢印振ってもな。こっちの壁はなんか違いがあるか。ないな、ないな、ないな。よし。張り付き、張り付き、張り付き。よし。いいよ、スムーズ。もう、上、うわ、上、まだあるな。まだあるな。でももう、見えてるね、上は。とりあえず、そこ持った場合かな。持って、いやいやいや。うわ。サスケの一番最初ちゃうこれ。あるよね、こういうの。これはちょっと新しいギミックやな。そんな難しくない気はするけど、これずっと大砲下向きの状態でいいよな。いきます。はい、からの、はい、からの、ちょっと待って。右下実績解除したからびっくりした。こっちかこっちか、こっからかこっからか。はい、からの、はい、からの、はい、か、慣れた慣れた、もう慣れたもう慣れた。さあ、こっち向けた方がいい。いやー、ちゃんと変な落ちの方がいいか。行って、あ、ちょっと不自然やねんな。不自然な感じになったよな。はい。はい。いやいやいや、素晴らしいね、素晴らしいね。
足元見えてなくても感覚でいけますから、小村さんレベルなら。はいはい、よしよしよし、いいよ、素晴らしい。はい、完全に慣れてる、素晴らしいね小村さん。いくぞ、このままのあれ行って、恐れず飛んで、恐れず飛ぶ。いやー、何飛べへんだ、今。うわー、くそー。いやー、今日僕さ、風呂入るやん。頭、シャワーでザーって洗うやん。で、あれ僕、シャンプーしたっけって思ったよ。これたまにない？僕、バレにあるんやけど。シャワーで髪の毛洗って、ふと思うよね。あれ僕、シャンプーしたっけって。今、このシャワーは、シャンプーする前のシャワーか、シャンプーした後のシャワーか、どっちやったっけって、たまになることない？今日、それ僕なったわ。ごめんな、ちょっと、髪の毛ない人は分からへん感覚だと思うけどさ、僕ちょっとふさふさやから、そうなった時、もうとりあえず、もう一回シャンプーするよね。おそらくこれ2回目じゃねってシャンプーした時に気づくよね。あれもこれ2回目やん。この、シャワシャワする感覚僕、さっきやったわって、なることない？僕だけかな？よし。いけ。ちょっと待って、僕なんで僕普通にジャンプしたん今。何も喋らずにさ、いけとは言ったけどさ。いやいや、大砲使えよ。なんで普通のジャンプしてこいつ。青じゃん。じゃね、ここら辺が一番難しいね。ゴゴしてきたけどさ。マジゴギリじゃんやからな。ほら出た。あそこ一番難しい。はい、迷わず行こう、このまま。ここはノンストップで行きます。はい。あ、ミス。調子よいから。でもいけるんだよな。ほらね。うんま。今のリカバリーは神。よし、行くぞ。大砲ジャンプで、使うか、砂時計、忘れた。行くぜ。はい。いや、砂時計だっていらねえんだよな。これは、前行きすぎたら、落ちる系？これ以上巻いたら自動で滑っていきそうやな。かといって、ここでジャンプしても届くか？多分坂の途中ぐらいのところまでジャンプして、対応ジャンプじゃないのか。砂時計使います。はい。ほら、簡単や。使わんでよかったわ。使おうと思ったらこれやねんな。上は。まだもうちょいあるかって感じやな。まだまだ先は長いか。もう3分の2ぐらいは行ってたけどね。はい。ああ、ここ。坂になってるか、上。ちょっと待って、後ろに飛んでしまった。上見ようとしただけなんです。髪キックしちゃってる。あ、お金なんで、お金。だから何やねん。金なんていらんねん。こっちは名誉のために戦ってんぞ。なあ、大砲くん。いけ！ここからの、飛んで、そのままの勢いでも、いっちゃうもんね。調子取った。なんで調子のねんよ。喋ってると調子のねんな。みんなが見てるからさ。そういうところある。ファンサービスの塊やからさ、小村さん。はい。はい、よし、だった。よし、あーいやーあーあ、この塔を垂直ジャンプしていったら、クリアできるんじゃないかって思ったけど、ちょっと無理やね。つなぎ目のところ太くなってるからね。だからさ、なんで小村さん忘れんの？そこ対応したらジャンプしろって。赤はな、癖やっちゃうわ。なんで、まだ、ものの数回しか言ってんのに、そんな癖が出来上がってんのかわからんけどさ。対応ジャンプしろよ。どうした？傷浅いからよかったわ。すぐ戻ってこれるわ。対応ジャンプ。なんでそんなミスをする？よ。いいね。すごい止まりたい。あー。今のは狙ってミスったから、全然、なんか悪くないミスや。怒られへん。上司が見てても怒られへん。
あ、もうこれはこれはこれ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、青木さん、ごめんなさい、ごめんなさい、青木さん。よし、行くぞ。はい、あの、はい、飛んで、ちょっと行き過ぎるぐらいの気持ちで、よし、よし。はい、おちょちょちょ、よし、ナイス、バケー、あらバケー、帰ってきたぜ。さあ、てここやな。ここに押すみたい。なんやろ、このガラス破片。このガラスの穴になっているところを止まれるかな、止まれるっていうか足引っ掛けられるかな、見てるしかないな。はあ怖っ、はあ怖っ。よし、スタート行け。はい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 。なんかガラス破壊していってる、そんなことない、そんなことない。でもなんかいけてるな。そんな時いらんな、俺そんな時もう消えちゃった。先が見えへん、先が見えへんのはよくわからないけど、なんか普通に進めるぞ。そんな難しくないぞ。その時や。なんか反対やったな。何やったんやろ。あ、金じゃないんかい、ろうそくかい。なんかこれギミックか、特になんもない。無視してくれ。あれは足場じゃないな。坂道やな。これは、下向けた方がいいか、下向けて、ジャンプジャンプでいくんかな。どうぞ、大砲ジャンプでいくよりか、普通にジャンプ、1回目は普通のジャンプでいく？とか？大砲ジャンプでいくか、怖いし。いや、普通のジャンプでいくか、普通じゃ、この距離、この距離が普通のジャンプでいって、その後が大砲ジャンプや。あかんて、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 どこまで、どこまで落ちんの？もう、一番難しいところやん。あえて裏側どうなってんの？あの坂道。あの裏側もさ、あの、下がるように坂道になってんやったら、簡単やねんけどさ。ないよな、多分裏側。ちょ、進むな、進むな、バカバカバカ、行くしかねえ。ひー、大丈夫、大丈夫、傷はさい、傷はさい、オッケーオッケー、戻れる。あそこ裏側どうなってるかよってさ、ちょっと待って、ね、何やってんの、何やってんの、何やってんの。うぅ、危ねえ。2時間やってるんですよ。そうそう、やめたいなと思ってるんですよね、太陽君。してくださいよ。あのね、落ち方一番あかん。何かを試して終わりたい。どうせならさ、一体見なくなるからさ、大黒。そのところしっかりしてくれるの困るよね。オッケー。はい。よし。飛んで、もう次大きく落ちたらやめるからな、大黒。もうちょいこれぐらい見せたらいいけどさ。こうやって、こうやって、切り替えて、こっちの方がいいよね。やっぱ、この武器の方が、ええよな。前向けるからね。で、勢い殺さず前行くしかないから、飛んだ方がいい。飛んで、飛んだ。角度がないな。角度ないから前向けるしかないから、こう。月が綺麗。これ別に告白ちゃうで。月が綺麗イコール告白ってどういう意味な？いまいち分かってないけど、夏目漱石やなんかの人が人見たらしいけど。はい。いいよ、落ちたらやめるから。今日落ちた、もうこれで一回落ちたらやめるからな。頼むぞ。ここは、この角度でいけるよ。次は大砲前に向けた方がええねんな。飛ぶときは下向けて、一発目は下向けて、次は前向けていく。あー、まあ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 、いけるんじゃ今のやり方で。見つけたか、見つけたか答えを。さあ、本日は2時間チャレンジしてきましたが、そろそろ終わろうと思います。果たしてクリアできるのか、それとも落ちて終わりになってしまうのか。いくぞ。はい、からの、飛んで、飛んで、飛んで、わからん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 。でもここまでいけんな、まだいけんな。最後あれか、最後足場だったよな。最後乗れるか。何個目？三つ目四つ目？数えなあかんな。もうさ、バカだからよ。1から数字数えないと数えられねえんだよ。はい。からの、飛んで、飛んで、痕跡やな、痕跡やな。は、た、弾発射するのが遅かった、今のは。今のはタッパー発射するのが遅かった。数えていなかったでした。からの、1、2、3、止まれ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 。
これでも勢い殺す。ナイス。あー、止まってくれよ、しっかり。もうちょっと勢い殺さなあかんが。微調整、微調整。あー、ありがとうございました。今日は以上です。これはもう心折れる。寒中水泳、イエーイ。